や、マジ今日ホロメン何人いたんだろ、スタジオに。結構いた、10人以上いたな。でもさすがにね、なんていうの、楽屋とかは、別々になってたペコだけど、10何人一気じゃなかったペコだけど、めちゃめちゃ今日いたの。すごかったよ。だって、ファンクラブ、今、もう終わったんかな、もうまだやってんのかな、多分、あれ、あ、でも時間ちょっと遅れてたからやってるかもしれないけど、ファンクラブが一部二部制だからね。マジで。すごい豪華やなって感じペコだよ。待って、まずポエム行くわ。いや、マジ今日リハからさ、ちょっといろいろね、面白かったりしたし、ファンクラブの人たちのリハもね、やばかった。もうね、YouTube じゃないことを、もう理由に、もうセンシティブもうね、ファンクラブにがっつりも入れさせようとしてる、マジで。もう水着で釣ってます、運営さん。絶対に。もうアイドルたち、多分入った人いるべこでしょ。釣られ成功プギャーってなってるから。え、でも、入るぐらい、めちゃめちゃね、いいものは見れるんじゃないかなと思う。めちゃめちゃね。え、だって、すごかったもん。釣られてないよ。いや、でもマジ3年越しだからね。いやー、あれおもろかったの叩いてかぶってじゃんけん。もう、ベコーラめっちゃ速くなかった。めちゃめちゃ。あれ、自信あったんだよな、マジで。もうラミちゃんを吹っ飛ばしてしまったから、ペコアラ。オレッスオレッスオレッあれ強かったペコでしょ。鋭い殴りだった。もう、あれ殺しにかかってたからね、ペコアラは。だってあれで勝たなかったらセンシティブサマーになるから、まあ、重大だなって思ったの。やばい、これで負けたら、もう、水着がなくなっちまうよということで、もう、何が何でも、もう、ラミーちゃんを失神させてでも、ペコーラは、勝たなきゃっていう気持ちでやってたの。だから、ルール、何でもありですかみたいな。何でもありでいいですかみたいな感じで。もう、だから、ペコーラがとりあえず勝ったら、相手のヘルメットぶん投げて、で、ハンマーでボコボコにすりゃ勝てるな、と思ってたんだよね。何度かルールは何でもあり、何でもありってなんだ、とりあえず何でもありでいい。聞いてるんだけど。それだったらば強勝の魔術師の方が当然有利になるかな。じゃあいいんだな。あ、いいよ。じゃあいいんだな。何でもありでやろう。よし、デスゲームが始まるよ。なんか裏話ないですか。あ、ラミちゃんがペコアラが吹き飛ばしたやん、あれの後遺症で左尻痛めてた。ね、今日はもうラミちょっとこっちのお尻が痛くて。大丈夫か、転んだ怪我が。大丈夫か、大丈夫か、お尻もちょっと。あだね、左尻を痛めてて、マネージャーに湿布もらってたよ。で、一人で大丈夫ですかって言われてたけど。ここで貼らなくて大丈夫ですかって言われてたけど、大丈夫ですって言ってた。あれ、何がどうなったの？ペコーラが、ジャンケンで勝って急いで、まず帽子をパッて外に投げたの。ラミーちゃんが被るはずの帽子をパッて投げて、ですぐにハンマーを持って大きく振りかぶったの。でもぶつかりはしなかったペコなんだけど、あれだったわ。吹っ飛んでた。リプレイ見るか。結構あれだからね、貧弱な人間は倒れちまうペコだから。